唐を滅ぼし、高僚を建国した人物は修善中、960年に北宋を建国した人物は長教院、最小の大安石が新法と呼ばれる改革を行った時の北宋の6代目皇帝は新宗文芸を保護し、北宋側の第一人者であったとともに成功の変で連れ去られたことでも知られる北宋第8代目の皇帝は紀宗、林安を都に南宋を建国したのは宗 金陵を都に民を建国して公武帝となった人物は主元帝、県文帝を西南の辺で排除して三代目皇帝となり、都を北京に移し、平和を発見したのは永楽帝、内閣大学士の長居生が仕えた民王朝の第十四代皇帝は、万歴帝、義中権を排除し、女皇系を内閣大学士に任命した第十七代皇帝は、数帝帝。 三海間から中国本土に侵入し、民を滅亡に追い込んだ理事政の乱を平定した新王朝三代目皇帝は、巡治帝、三藩の乱を鎮圧し、帝政皇一族を降伏させて台湾を領有した時の皇帝は、皇旗帝、林則城金査大臣に任命して、阿遍が真に大量流入している問題の解決に当たらせた皇帝は、同皇帝、墓術の変法とも呼ばれる一連の改革を率いた新王朝の皇帝は、皇書帝、